クアルフォードはアメリカ合衆国ミシシッピ州マリオン郡、コロンビア出身のプロ野球選手、MLB のピッツバーグパイレーツ参加所属、2008年に U-14 のアメリカ合衆国代表に選出されている。高校時代は野球とアメリカンフットボールの両方をプレーしており、アメリカンフットボールではアメリカ合衆国ウオールアメリカンボールに出場したことがある。 2012年の MLB ドラフトで1巡目相当で指名されると思われていたが、アルフォード自身がアメリカンフットボールを続けたいのは明確だったため、どの球団も指名には至らなかった。その中で3巡目でトロントブルージェイズから指名され、6月11日に75万ドルで大学でフットボールをプレーすることを許可し、夏には野球をプレーすることを条件に契約を結んで、 プロ入りを果たした。6月18日に、参加のルーキー級のガルフコーストリーグ、ブルージェイズに配属され、5試合に出場し、打率、167、1本類打、1打点、3安打、4盗塁を記録した。6月23日に、A 級、ランシングラグナッツに配属されたが、9月27日に、テンポラリー・インアクティブリストに登録され、出場することはなかった。 アメリカンフットボールでは南ミシシッピ大学でプレーしていたが乱闘を起こしてミシシッピ大学へ転校した。2013年4月12日にルーキー級ガルフコーストリーグブルージェイズへ配属された。ここでは6試合に出場して打率227に打点9アンダーに盗塁を記録した。7月に A 級ランシングに配属されるが、 またしてもテンポラリー・イン・アクティブ・リストに登録され、出場することはなかった。9月にテンポラリー・イン・アクティブ・リストから解除された。2014年4月1日にアパラチアンリーグのルーキー・キュー・ブルー・フィールド・ブルージェイズへ配属された。ここでは9試合に出場して打率。2 7 1本塁打2打点、6安打、1盗塁を記録した。7月1日に A 級ランシングへ配属されたが、 7月10日にテンポラリー・イン・アクティブ・リストに登録された。9月18日にテンポラリー・イン・アクティブ・リストから解除された。最終的に5試合に出場して打率。321本塁打、3打点、8安打、4盗塁を記録した。アメリカンフットボールではセーフティの役割を任され、4試合で6回のタックルを記録している。 オフの9月30日にアメリカンフットボールからの引退と、これからは野球に専念することを発表した。そうした経緯もあり、オーストラリアンベースボールリーグに参加し、キャンベラ・キャバルリーに所属した。37試合に出場して打率、207、3本塁打、9打点、28安打、9盗塁を記録した。2015年開幕前の1月28日に、 メジャーのスプリングトレーニングに招待された。開幕は A 級ランシングで迎えた。4月6日に7日間の故障者リストに登録されたが、21日には解除された。A 級ランシングでは50試合に出場して打率。293、1本塁打、16打点、55アンダ、12盗塁を記録した。6月25日に A 級ダニーデンブルージェイズへ配属された。 ここでは57試合に出場して打率302、3本塁打、19打点68アンダ15盗塁を記録した2016年開幕前の1月12日には前年同様にメジャーのスプリングトレーニングに招待されたが3月12日にマイナーのキャンプに返された開幕は A 級ダニーデンで開幕を迎えた 4月10日に7日間の故障者リストに登録された。5月2日に解除された。6月10日の外野手のチームメイトと交錯した際に、負傷し、6月11日に7日間の故障者リストに登録されたが、6月22日に解除された。同年は92試合に出場して打率、236、9本類打、44打点、80安打、18盗塁を記録した。 オフにアリゾナホールリーグへ派遣され、メサソーラーソックスに所属した。10月31日にアリゾナホールリーグのオールスターに選出された。23試合に出場し、打率、253、3本塁打、15打点、19安打、8盗塁を記録した。また、11月18日にルール5ドラフトから阻止するためにメジャー契約を結んで40人枠入りした。 アリゾナホールリーグ終了後にアリゾナホールリーグのライジングスターに選出された。2017年3月17日に A 級のニューハンプシャーフィッシャーキャッツへ配属され、球団のプロスペクト上位30位、MLB のプロスペクト100人中70位で開幕を出迎えた。ここでは33試合に出場して打率、325、3本塁打、11打点、40安打。 9盗塁を記録した。5月19日に、ダレルセシリアーニが負傷したためメジャーに昇格し、同日のボルチモア・オリオールズ戦で、メジャーデビューを果たし、2打数レイアンダーだったが、守備では、JJ ハーディの本塁打球の打球を候補している。5月24日のミルウォーキー・ブルワーズ戦で、ロブス・ケイヒルから、メジャー初アンダーを記録したが、左誘導骨を負傷したため、 同日中に故障者リスト入りした。この年メジャーでは4試合に出場した。2018年は13試合に出場して打率。105、1打点、1盗塁を記録した。2019年は16試合に出場して打率17。179,1本塁打、1打点、2盗塁を記録した。2020年8月20日に DF となった。 2020年8月27日にウェーバー工事を経てピッツバーグパイレーツへ移籍した。2021年4月21日にカー・イトムの加入によって DF となり25日にマイナー契約となった。ありがとうございます。